ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、人を欺き続け凄惨な最後を迎えた悪女、マリー・ヒリーの生涯について解説するぜ。この人は一体何のために人を欺き続けたのかしら？ヒント、浪費家。お金は人を狂わせるというけど、マリーはまさに金に狂ってしまった女性なのね。マリー一人が勝手に狂う分には問題ないが、彼女の場合、金に狂ったばかりに周囲の人間にとんでもないことをしでかしていくんだぜ。さすが悪女って言われてるだけあるわね。でも、はた迷惑な話だわ。マリーがしでかしたことは、果たしてはた迷惑な話で済むかな？なんだかとてつもなく嫌な予感がするじゃないの。というわけで今回は、人を欺き続け凄惨な最後を迎えた悪女、マリー・ヒリーの生涯について解説するぜ。それじゃ早速、ゆっくりしていってね。マリー・ヒリーは幼少の頃から欲しいものは何でも買い与えられてきたため、大人になった頃には大の浪費家になってしまった。いるわね、そういう人。結婚して家庭を築いてもその浪費癖は抜けずマリーのせいで家計はいつも火の車だった。お先真っ暗じゃない。この事態を解決するために彼女が取った方法が、保険金殺人だった。まずは夫に保険金をかけて殺害すると、今度は自分の娘にも同じことをしたんだ。マリー、解決手段間違えまくりよう。その後、警察に殺人の容疑がかけられるとマリーは逃亡。偽名を語って別の男性と結婚するものの、結局は逮捕される。彼女がヤバい奴と知らずに結婚しちゃった男性がかわいそうだわ。服役したマリーは模範囚として過ごしたため、ある日、刑務所から3日間の外出許可を得る。そんな彼女が向かった先は？というのが今回のお話の大まかな流れだ。マリーは凄惨な最後を迎えたんでしょ？一体どんな目に遭っちゃうのかしら。それではここから金に囚われた悪女マリーの生涯を追っていこうか。お願いします。世界恐慌真っただ中の1933年6月4日、オードリー・マリー・フレイジャーはアメリカ・アラバマ州で生まれた。のどかそうな街ね。マリーの両親は共働きだったため、彼女に構ってあげることができなかった。その罪悪感から、高価なものでもマリーがねだれば何でも買い与えたそうだ。これが間違いのもとよ。欲しいものなら何でも手に入る生活を送ったマリーは、いつしかわがままで、物のありがたみのわからない女性に育ってしまったんだ。これは浪費家待ったなしね。さらに高価不高価、彼女は美人だった。そのため周囲からチヤホヤされる日々を送ることになってしまった。ああ、これはどんどん自意識が肥大化しちゃうパターンね。霊夢の想像通り、マリーは年が経つにつれ自己中心的で強欲な女性になっていったし、周囲もまたそんな彼女を許してしまった。環境が悪いのか、本人が悪いのか、全部ひっくるめて結局は本人が悪いわね。そして1951年5月8日、何でも買ってくれることを約束した。3つ年上のフランク・ヒリーと学生のうちに結婚。この時、ヒリーはまだ17歳だった。そんなしょうもない約束をして結婚するなんて、フランクはよっぽどマリーと結婚したかったのかしら。二人はアラバマ州アニストンというごく普通の街で暮らし始めた。二人の間にはマイクとキャロルという二人の子宝にも恵まれたぞ。よかったわね。ここまでは順調そうじゃないの。フランクは海軍に所属していたが、マリーと離れて暮らす生活に耐えられず除隊。フランク、マリーのことめっちゃ好きなのね。その後、地元の製鉄所に勤めたフランクは、その優秀さから主任にまで上り詰めたんだ。愛の力ね。ところでマリーは何か仕事をしてたのかしら？彼女自身は秘書として働いていたようだな。一応、ちゃんと働いてはいたのね。しかしというか、当然というか、結婚した後もマリーに染みついた浪費癖は抜けきらないままだった。でしょうね。マリーの頭には節約の二文字が存在しなかったようだ。夫婦揃ってそれなりに稼いでいたはずだが、それでもマリーの浪費癖が激しすぎて、家計は常に火の車だったんだぜ。フランクや子供たちはマリーの浪費癖についてどう思ってたのかしらね。マリーは家族に内緒で多額の借金も抱えていたようだ。借金してまで浪費してたのね。もはやこれは病と言っても過言じゃないわ。借金の返済のために、職場の男性と売春もしていたそうだ。浪費癖のせいでどんどん追い込まれてるじゃないの。そしてこの頃から、フランクは原因不明の体調不良を訴え始める。もしかしてついにマリーが？1975年5月、フランクが病院に行くと医者はウイルス性の腹痛と診断して薬を処方した。だが、その薬をいくら飲んでもフランクの症状は一向に回復しなかったんだ。それは、ウイルス性の腹痛じゃないからよ、逃げてフランク。その後、マリーが献身的に看病したにもかかわらず、体調の悪化によりフランクは入院。直後、彼は肝臓の機能不全に陥った。
看病したにもかかわらずじゃなくて、看病したせいででしょ。結局、フランクは激しい嘔吐に襲われ、丸5日苦しみ抜いた挙句に息を引き取った。原因の究明に乗り出した医師がマリーの同意を得て解剖を行ったところ、肝炎の症状と酷似していたので、フランクの死因は感染性肝炎との診断が下され、それ以上の検査は行われなかったそうだぞ。この時、マリーはどんな表情してたのかしらね。フランクの葬儀が終わると、マリーの元には約1000万円の保険金がやってきた。やっぱマリーの狙いはこれでしょ。でもマリーはどうやってフランクを殺したの？それはまだ秘密だ。一番気になるところ。1000万円という大金を手にしたマリー。その後の展開は霊夢も想像つくよな。きっとあっという間に使い果たすわよ。マリーはマッパで車を買い替えると、貴金属や洋服、家具を買い漁った。ほら、やっぱり。息子のマイクとその妻には冷蔵庫と洗濯機を、当時まだ学生だった娘のキャロルにはバイクとステレオを買い与えた。また、フランクの死を嘆く義母にはダイヤの指輪をプレゼントしたというぞ。なんで義母にダイヤの指輪？マリーの行動が謎だわ。もしかしたらフランクを殺したことへの罪滅ぼしだったのかもな。いや、ダイヤの指輪ごときで罪は滅ぼされないわよ。こんな金遣いを続けた結果、保険金はあっという間に底をついた。あっという間だったわね。すると今度は、マリーの家に頻繁に脅迫状が届くようになった。その脅迫状にはこう書かれていた。お前の家に火をつけてやる。マリーは誰かから恨みを買っていたの？その後、脅迫通りに家は火事に見舞われ、マリーは保険金を受け取ることに成功した。まさかの自作自演。この保険金を使い果たした頃、今度はマリー家が泥棒に入られてしまう。ところが、運がいいことにマリーは盗まれた貴金属すべての写真を撮っていたため、盗難保険が適用され、またしても保険金を受け取ることに成功したんだ。運がいいことに、ね。それからしばらくして、マリーの家が再び火事に見舞われると、彼女は土地を売り払ってアパートを転々とする生活を送るようになる。アパートを転々と？もしかして彼女、何かから逃げてたりする？ご名答。マリーは借金取りから逃げていたんだな。これまで何度も保険金を受け取ってきたのに、それ全部無駄遣いに当てちゃったってことよね。マリーの浪費癖、ここに極まれりだわ。ここで、借金に追われるマリーキャロル母子を見るに見かねた亡夫の両親が、マリーに自分たちの家で暮らすよう声をかけてくれるんだ。いや、優しすぎる。ご両親たちはまさか、マリーがフランクを殺害したとは考えてなかったんでしょうね。彼らの行為に甘えて居候させてもらったマリーとキャロル。するとどうだろう、今度はフランクの母親が亡くなってしまった。ついに恩人まで手にかけるとは、これも保険金目当て？それはわからないんだ。フランクの母親を殺害したところで自分には一銭も入らないからな。その後、財産狙いでフランクの父親を殺害したという話も聞かないし、もしかしたら保険金目当てじゃなくて単純に殺したかっただけかもしれない。それが一番怖いわよ。フランクの母親が亡くなってからしばらくして、今度は娘のキャロルが原因不明の吐き気に襲われ出す。フランクと同じ症状だわ。キャロルはそれから何度も病院に運ばれては入退院を繰り返すようになったので、マリーは夫の時と同様に献身的に看病した。そのおかげでキャロルはみるみる痩せて立つこともできなくなり、本格的に入院する羽目に。これはもう後戻りできなさそうね。医師たちはキャロルを重度の拒食症と診断したが、ある日、彼女の口からとんでもない話が飛び出した。私が早く良くなるように、ママが元気の出る薬を注射してくれてるの。なんとキャロルが入院している間、マリーは密かに元気の出る薬と称して、彼女の腕に乳白色の液体を2回注射していたんだ。何それ怖っ。マリー、実力行使が過ぎるでしょ。キャロルからこの話を聞いた医師が慌てて精密検査を行ったところ、彼女の毛髪から通常の100倍以上のヒ素が検出された。マリーは今までヒ素を使って殺人を行っていたのね。医師から通報を受けた警察は、マリーの行方を探すと同時にフランクの死に疑念を抱いた。当然そうなるわよね。警察がフランクの遺体を掘り起こしたところ、彼の肉体は4、5年が経過していたにもかかわらず、ほとんど腐敗していなかった。どういうこと？実は、ヒ素には防腐作用があるんだ。つまりフランクの遺体が腐敗していなかったということが、彼がヒ素漬けだったことの動かぬ証拠になるのさ。なるほどね。って素直に感心してる場合じゃなかったわ。こうして警察はマリーを殺人容疑で指名手配するんだ。キャロルの容態はどうなったの？詳しいことは不明だが、後に彼女はキャロル殺人未遂容疑で起訴されている。つまりキャロルはなんとか一命を取り留めたんだろう。ほ、よかったわ。ところでマリーは何のためにキャロルを殺害しようと思ったのかしら？保険金目当て？ああ。
後にキャロルに多額の保険金がかけられていたことが発覚しているから、実中ハック、保険金目当ての殺人と見て間違いないだろう。自分のお腹を痛めて産んだ子でも保険金目当てで殺そうとするなんて。さて、警察がマリーの行方を追い始めた頃、当のマリーがどこにいたかというと、警察だった。え？なんとか彼女は別件で逮捕されていたんだ。殺人容疑とは別件で逮捕されてたの？あ、もしかして保険金詐欺とか？いや、彼女が振り出した小切手が不渡りになった件での逮捕だった。マリーったらいろいろ罪を重ねてるわねー。警察はそのままフランク殺害容疑とキャロル殺害未遂容疑でマリーを問い詰めたが、結局、決定的な証拠が見つからず、彼女は保釈されることに。マリーは証拠品をうまく隠しきっていたのね。保釈されたマリーは当然のごとく逃亡。まずはジョージア州に渡り、やがてフロリダ州に落ち着いた。まあ、普通に考えて逃げるわよね。フロリダ州で彼女は自分を、リンゼイ・ロビハノンと名乗り、なんと11歳もサバを呼んで35歳と偽り、ジョン・ホーマンという造船工と同棲を始める。めっちゃ第二の人生歩み始めてる。浪費家のマリーのことだから、ホーマンもまたそれなりに稼ぎのある男性だったのかしら。いや、その逆だ。一回の造船工に過ぎない彼の給料は安く、貯金もなかったそうだ。あらま。でもマリーの浪費癖は治ってないだろうから、この後大変なことになるんじゃ。あ、もしかして彼女は鼻から保険金目当てで殺害するつもりで付き合い始めたのかしら。いや、それがだな、ホーマンの優しさに触れることで、彼女は長年患ってきた浪費癖から抜け出すことに成功するんだ。ここに来て愛の力で病を克服するパターン。間もなく二人はニューハンプシャー州に移り住み、1981年5月29日に正式に結婚した。ついに結婚しちゃった。ところが、その頃からマリー改めロビは激しい頭痛を訴え始めるんだ。今度は何なの？自分にヒ素でも打ち始めたとか？ロビはテキサス州ダラスに住む双子の妹テリの勧めで、ドイツにいる名医の手術を受けるために旅立つとホーマンに告げると家を出た。いや、彼女に妹なんていないわよね。彼女はなんで急に家出したのかしら。今回ばかりは彼女の行動が読めないわ。ロビは家を出て数日後、双子の妹テリを装ってホーマンに電話をかけると彼に向かってこう告げる。姉のロビは旅の最中に亡くなりました。今度は自分が死んだことにしたの？何のため？逮捕を逃れるため？ではここで霊夢に問題だ。マリー、というかロビはこの後どんな行動を取ったと思う？もうロビはこの世にいない設定なのよね。じゃあまた他の土地に行って別人として生きることにしたとか？残念ながら不正解だ。なんだろう。正解は、髪色をブロンドに変え、体重を減らして痩せた状態でホーマンの元に戻り、自らをロビの妹テリと名乗った、でした。わかるかー。何その展開？髪がブロンドでロビよりも少し痩せたテリがホーマンの前に現れると、彼女は当然のようにホーマンの家に住み着き、ロビが残した服を着て、彼女の生前の職場で働き始めた。え？ホーマンを含めて周囲の人間が何かがおかしいと思ったものの、まさかロビとテリが同一人物であると疑う者はいなかった。確かに顔がそっくりな双子っているしね。っていうかロビはなんでそんな回りくどいことをして、ホーマンの元に戻ったのかしら。なんでだろうな。もしかしたら、これは彼女にとって生まれ変わるための儀式だったのかもしれない。ホーマンを本当に愛し始めたからこそ、お金目当てで殺人を繰り返した過去の自分の行いが許せなくなったとか？まあおそらくそんなところだろうな。ところが偶然とは恐ろしいもので、ちょうど当時 FBI が追っていた麻薬密売人の中に、テリという偽名を使う女性がいたんだ。しかも36歳でブロンドヘアという特徴も一致していた。まあ、テリの場合は11歳もサバを呼んでいたから実際は47歳だったわけだけど。え、もしかしてこれって誤認逮捕されちゃうパターン？そのまさかだ。1983年1月12日、数人の刑事が彼女を取り囲んで事情聴取のために同行を求めた。この時刑事はテリのことを麻薬密売人だと思って同行を求めたわけだけど、テリは自分が過去に行った悪事が暴かれたのだと誤解して罪を自白するんだ。わかった、関連するわ。正直言ってもう疲れた。自分が誰だかわからなくなってきたの。テリの自白を聞いて驚いたのが刑事たちだ。彼らはやがて、目の前の女性が指名手配中のマリー・ヒリーであることを知り、そのまま逮捕するんだぜ。そんなことってあるのね。このまさかの逮捕劇によって、自分の愛した女性が保険金目当ての殺人を繰り返した。指名手配犯マリー・ヒリーだとホーマンは知ってしまったわけだが、彼はそれでも彼女への愛を貫いた。マリーはホーマンのそういうところに惹かれたのかもしれないわね。ホーマンはマリーの弁護費用に全財産を投じ、拘置所に近い安ホテルに移り住み、
彼女を陰ながら支え続けた。これには当のマリーでさえ驚いたそうだ。ホーマン、なんて優しいの。だが、弁護の甲斐なく、マリーは娘キャロルに対する殺人未遂の罪で懲役20年を宣告された。他の殺人については決定的な証拠がないとして不起訴となった。フランクや彼の母の殺害については証拠不十分で不問になったのね。刑務所に収監されたマリーは、静かに模範囚として過ごしたそうだ。すると、この彼女の態度を見た刑務所側は、ホーマンに3日間だけ会う外出許可を与えたんだ。へえ、でもそのまま脱走しちゃったりして。マリーはホーマンに再会して一夜を共にすると、霊夢の予想通り、その足で逃走の旅に出ることとなる。やっぱりね。私がマリーでも逃げちゃうかもしれないわ。マリーが刑務所を出て1週間が経ったある日、警察に一本の通報が入った。どんな通報かしら？それは、マリーによく似た人物を見かけたという目撃証言だった。この通報を受けて、警察は現場に駆けつけた。するとそこには、ごくり、すでに虫の息のマリーが横たわっていたんだ。勝手に死にかけてる、何があったの？どうやらマリーは大雨の中、森の中を丸4日間這い回ったため、低体温症を発症していて麻痺状態となっていたようなんだ。貧弱な装備で逃走を図るから、警察によって確保されたマリーはすぐに病院に搬送され、集中治療室で治療を受けたものの、心臓発作によりそのまま亡くなった。享年53歳、マリーの脱走は後に物議を醸し、外出許可制度が見直されるきっかけとなったんだぜ。以上が、人を欺き続け凄惨な最後を迎えた悪女マリー・ヒリーの生涯だぜ。どうだった？マリーみたいな自己愛の塊人間でも、ホーマンのような素敵な男性と出会えるのね。ホーマンとの出会いによってマリーが生まれ変わるなんて、まるで映画みたいな展開だけど、やっぱり神様はマリーの過去の行いを許してはくれなかったのかもね。マリーがロビのふりをしなければ、彼女は死ぬまで殺人の過去を暴かれずに生涯を過ごしたかもしれないと考えると、あの一見すると謎の行動が、本能的に罪の自白を示していたのだろうかとか、いろいろ考えちゃうよな。偶然にしてはできすぎた話よね。さて、今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。今回の人を欺き続けた悪女、マリー・ヒリーの話はどうでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。